でじゃーん、今日のコーディネートは今日はこんな感じ。可愛かろうスターブリンクのお洋服で気分はアゲアゲ。どうかーい。よし、じゃあ2日目行ってきます。台湾はお粥が有名だから、お粥を食べに行きたいと思います。お粥コーハンドーチャーっていうお粥屋さんに来たんだけど、これ2階にあるのに1階まで行列。ここは普段はこのビルを回り回るぐらい行列ができてるらしいんやけど、今は運よくまだこれでも少ないらしい。めっちゃ楽しみ。現地の人にもめっちゃ好かれてるお粥屋さんらしいから、食べるのめっちゃ楽しみ。パキン。豆乳らしい。うちらはこれをお粥だと思ってた。すみません。これは何でしょうか。チュンさん説明をお願いします。しょっぱい豆乳。しょっぱい豆乳。何これ。豆乳。いただきます。薄い茶碗蒸し、これぴったりな表現やわ。美味しい。でも美味しい。パンにパンが挟まったパンドッグ。これパンですよね。何これ。これ頼んだらついてきたんですか。あ、これも頼みました。あ、頼んだ。めっちゃ美味しそうやん。でも卵、卵に美味しい。こんなの食べたことない。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。揚げパンみたいな。美味しいよね。めっちゃ美味しい。これみんな多分好き。これ食べた方がいい。サクサクのパンの中にまた揚げパンが入ってて、で卵が入ってる。しょっぱい味。美味しい。パキン。島村があった。島村。ルーローハン食べに来た。こっちで有名なご飯。台湾のソウルフードらしい。どんな料理かはちょっとわからへんけど。谢谢。OK。イェーイ。ゲット。ルーロンファン。お肉炒めご飯。みんなこれ食べてるんだって。じゃん。じゃあいただきます。熱っ。熱っ。台湾ご飯か。3、2、1。ポカーン。おー。一つだけ緑が入ってる。これは福神漬けみたいな感じかな。椎茸が嫌いな人はちょっと無理かもな。いただきます。うまー。これはもうみんな好きやわ。なんなんこのトロトロのやつ。肉か、お肉か。めっちゃ美味しいですね。お肉のさ、これ脂身かな。トロトロ、うまー。なんかちょっとツナみたいな味する。トロトロのチャーシューと甘辛い味と椎茸の味が美味しいです。パキン。悩ましい。実はマンゴーかき氷みんなおすすめしてくれとってな。一番みんながコメントしてくれてんのがこのピンさんっていうお店やねんな。でここ行こうって思ってんけどな。ごめんみんな、ほんまにごめん。このページ見とってピンさんだけな、写真がないねん。だから映えてないんかなと思ってちょっとインスタ調べてんやんか。そしたら多分みんなが言うに美味しいとは思うねんけど、こういうさ映えてるやつにやっぱりちょっと目がいってしまう。私は今悩んでんねん。これとかさ、これとかさ、やばそうじゃない。ピンさんは結構割とこうどちらかというとこう平べったいんやんね。カレーライスみたいな感じなんやけど、こうほらほんまにカレーライスみたい。ただやっぱり映えを求めてるのでこっちに行かせてもらいます。すいません。でもありがとう。マンゴーかき氷が美味しいっていうことはみんなの口コミで分かったから、これかこれのどっちかにしよう。行きましょう。パキン。店員さんも可愛いお洋服着てる。決めました。ここスムーシー、スムーシーっていうお店。マンゴー。マンゴー一番人気のやつ頼もうと思います。マンゴーの一番でかいの頼もうかな。スーパーソルベとマンゴー雪花火メガサイズ。美味しそう。マンゴー以外もめっちゃ美味しそう。ニハオ。ナンバーワン。ワン。オッケー。やばあれ。うわすごい。このぐらいのサイズあんねんけど、すごい。やば。おこんなマンゴーのかき氷を見たことがありますか。私はありません。じゃんじゃじゃん。じゃあ
いただきます。まず氷から。うまー、美味しい。なんかもちもちしてる、氷やのに噛み応えある。なんかもちもちしてる。うわ、もち氷。マンゴーも食べる。うまー。練乳かかってるからさ、マンゴーの甘さあんま感じひんかなって思ったけどさ、マンゴー負けじと甘々。なんなんこんなん、みんな来るわそりゃ。うーまー。台湾に来てここのお店に来んかったらマジで損するレベルで美味しい。パキュン。ギフト雑貨屋さんに来ました。かわいいじゃん。みんな教えてくれたとこだよ、これコメントで。お土産に良さそうやね。お、これかわいいね。ポスター、これポスターかわいいね。今回の旅はたくさんのファンのみんなにいろいろ場所を教えてもらったし、今回お土産をここで買おうと思います。応募は概要欄を見てください。5名様です。え、これいけるんかな。やっていい？やっていいですか？ちょっと髪の毛洗ってきます。皆さん、今から私は髪の毛を洗ってもらいます。というのも台湾は髪の毛カットするとかじゃなくて髪の毛洗うっていうだけのメニューもあって、それがすごいね人気っていうのでやってみてもらおうと思います。ほら、やっぱ台湾暑いし湿度もさすごいから、ちょっとまあベタベタになったのでね。さて、どんなシャンプーなのでしょうか。あー気持ちいい。よろしくお願いいたします。あ、すごいなんかクーリッシュ、キシリトールみたいな冷たさ。すごいね、夏場はこのスースー感が気持ちいいんじゃない。おー、マッサージもちゃんとしてくれてる。おー気持ちいい。あ、すごい。おー、おーすごい。ティラノサウルス。何ができるかな。あ、クマさん。あー、かわいい、かわいい。こんなの人生で初めて。シャンプー最高。みんなも台湾に来たらぜひシャンプーしてもらってください。寝癖毎回ここ来たいの、直したいの。9分です。ここが山の上、ご飯屋さんが並んでる。あめちゃん何屋さんなんや。すごい千と千尋の神隠しっぽい。何このチュルチュル、何これは。何だろうか、なんか食べてみたいな。不思議な食べ物がいっぱい。これは何ですか。これは何の果物。スイカ。これは何。あー、ソーセージの上にソーセージが乗ってる。ご飯はお餅。これは何ですか。何これ。これが米餅。いただきます。あっ、ごい。あっ、おいしい。おいしい。何これ、めっちゃおいしいかも。謎やけど、もちもちのおはぎみたいな餅の上にソーセージ。うまい。ついに9分の全貌が明らかに。幻想的やな。うーわー、すごー、美しい。じゃじゃーん、すごいね。とりあえずうちご飯食べたいな。屋台食べたい。バイバイ9分。パキュン。おー、祭りやな。美味しそうやん。美味しそう。食べてみようかな。え、あれは何？スープは。美味しそう。熱っ。美味しい。美味しい。なんやろ。美味しい。これはカニのスープやけど、カニはどこに入ってんのかわからん。これはカニか。これは多分カニ味噌味かな。待って待って、おっとっとっと、あとっとっと、カニ。
おいしい。このカニスープはなんと180円でご飯は90円。毎日食べたい。うちこれめっちゃ美味しい。最高に楽しいじゃん。ここ基隆夜市、基隆夜市っていう夜市。あ、麺線麺線麺線、みんなが教えてくれた麺線。これみんなが美味しいよって言ってくれたんやけど、ずっと出会えへんかってここで見つけました。イエーイ。なにあれ、なにあれ、見て見て、なんであんな風にすんの、なんでかき混ぜるの。わー、食べたい食べたい。麺がめっちゃ短い。いただきます。めっちゃ美味しい、やばい。食べてほしい、みんなに。優しい味で、何味なんやろ。麺はそうめんみたいで、お出汁はトロトロで、何か分からんけど美味しいです。めちゃ、このプニプニしたやつは何？黄燕君、黄河君、我们四个人在苗族国家有没有？哦，嗯。皆さん、私はもう眠たすぎて死にそうです。今日一日どれだけ歩いたか。一週間分ぐらい、いやもっとかも。一週間半分ぐらい歩いた気がする。途中で足がつりかけて、9分の階段登ってる時にもう危なかった。で、帰ってきてからまだちょっと、まだ食べとったんやけど、このソファっていうやつ、ちょっとごめんね、もうなくなっちゃった。見せるものもない。もうめっちゃ美味しすぎた。これと、このお菓子。お菓子を食べながら休憩しとったんやけど、もう眠たいからお風呂に入って寝ます。今日思ったことは、何食べてもどれ食べても全部美味しいね。もう外れがない。台湾の屋台、もう屋台レベル超えてる。なんかな、結構な、台湾癖あるから、それが嫌いな人もおるかもしれんけど、うちはどれもこれも美味しすぎた。うん、あとはめっちゃ暑い。やっぱり30度ぐらいあるから、暑いし、うん、湿度も高い。だから髪の毛ネトネトになってくるから、みんなそういう時はシャンプーをしてもらいましょう。というわけで、今日はもう2泊3日の2日目が終わるところで、もう明日は夕方3時ぐらいまでしか遊ばれへんねんけど、今日はやり尽くしたかな。食べまくったし、やり尽くしたし、明日はお土産とかお買い物とかをする日にしようと思います。いや本当に眠たい。うちめっちゃさ、今でさ、タピオカさ 6杯目ぐらいまでさ制覇してるんやけど、明日はちょっとまだ2杯か3杯いきたいからと言いつつ、私はちょっと便秘気味です。タピオカの伸びすぎかもしれへん。はい、では皆さん、もう我々、私はもう今日はもう見て目も死んでる、眠たすぎて。明日に備えて寝ます。ありがとう台湾。